皆さんこんにちは。メタクズです。今日は復活した60枚 GS のデッキ紹介をします。マスターさんまで使っていた構築で結構強かったです。手札のムラはありますが手数がとんでもないぐらい出るのとラブアボを採用できるので、後手もありえないまくり方をできるデッキでかなり気に入ってます。伝統芸ですが先行 G を投げられたら当然突っ走ってからします。こちらがデッキになります。リストの方は概要欄に貼っておくのでそちらをご覧ください。カオスルーラー禁止により消滅した PUNKGS、通称 60GS ですが、ホルスが来たことによりかなり復活したと思います。今回の構築では60枚なのでホルスを全種採用しています。これにより棺からジアンデッドを作りながらキュリオスまで繋がるようになっています。事実上 9PUNKGS のルーラージアンデッドを再現してる形になります。40枚構築だと全種採用すると事故率が上がるので60枚ならではですね。ホルスティアラでもそうですがこのジアンデッドがかなり強く、4枚肥やししつつ相手のデッキを見てモンスター1体出すって書いてあります。このカードは闇なので M 石以外のホルスを使ってジアンデッドを出すことで、ジアンデッドで闇がヒットするか、何かの闇を場に出せればキュリオスになってくれます。今回は追加でリーパーも採用しています。このカードのテキスト見てください。ケルベクです。このカードはケルベクなので当然 G 突っ走るときにかなり楽になります。リーパーはディブアイナー1枚から出すことができます。アーデクを落として大姫をサーチすれば66が作れますね。ディブアイナーは引いてなくても黒シープや、スプライトエルフから蘇生することでリーパーを作れるのでかなり強力です。また場合によっては黒シープのリンク先に、大姫を出すことで2ドロー効果蘇生効果の両方を使えることがあります。このデッキでは白雪は3枚搭載されています。これは白雪が絶対ゲームに絡んでほしいからです。どんなにオチが弱くて誘発で下振れたとしても、マスカレ矢印リトルナイト白雪で4回分妨害は作れてしまいます。つまり墓地枚数さえあればマスカレを出すだけで、かなりの妨害量を用意できるため白雪は3枚搭載です。なぜか準制限に指定されたままのネクロフェイスも採用しています。リーパー、ジアンデッド、ネクロフェイスで19枚デッキを削れます。40枚構築であれば残デッキは35枚なので、この動きだけで半分以上削ってしまいます。それでは対戦の方を見ていきましょう。1戦目は先行です。G 突っ放しの普通の展開をしていきます。よろしくお願いします。まずはディブアイナーで誘発をチェックしていきたいですね。ディブアイナーで誘発を踏むとレベルが2のままなので、ホルスと合わせることで先にバロネスを立てながら、ジアンデッドまで行くことができてかなり強力です。このデッキは架け橋を採用しているので墓地肥やしや、服装などのカードからホルスギミックへアクセスすることが可能になっています。イム石に触れたのでイム石から展開していきましょう。手札がちょっと弱めなので2ビルとかももらいたくないです。先にバロネスを立てることで全部ケアしていきます。先に棺の効果を使うと手札効率が悪いので、1カロスから入って自然にホルスが落ちるのを狙います。ここでお得情報ですがサーチした霊能は持ってても、墓地にいても変わらないので棺のコストが無料で打てます。これはホルスティアラ系のデッキ全般で言えることなので、使う人はぜひ覚えてください。ハーフに巣が落ちてくれたのでこれで2ビル無効形までケアできる状態ですね。このデッキはティアラがサブギミックなのでそこまでティアラに寄せていません。なので出せる2号体はルルカロスのみで、基本的な妨害はマスカレと白雪、強化になり竜のサーチ封じになってきます。あとは自然に落ちたムドラケルドウも普通に強いので、先行回ると見た目以上にありえない妨害数を構えてしまいます。ここからは適当にリンクを繋げて妨害を作っていきましょう。今の墓地状況だと強化になり竜が出せない状態なので、落ち自体はかなり下振れてしまっています。しかしこのデッキはキュリオスを採用しているので、キュリオスへアクセスできれば下振れても関係ありません。ここで役立つのが非属性のホルスです。ホルスは属性がばらけてるためキュリオスを作るのにかなり便利です。これでサンダードラゴンを落として白雪で除外することで、強化雷竜も確定にしていきます。今の環境強化雷竜がかなり重い対面が多いので、エルフで対称耐性をつけることでめちゃくちゃ硬い盤面を作ることができます。あとはマスカレをエルフにしてしまって強化雷竜を出せば展開完了です。モンスターもう1体追加できればリトルナイトも追加できましたが今回は妥協します。リトルナイトを先出しした場合は妨害が1個増えて、マスカレで出すカードがサロスになるので一面除去と SSG の全体無効をうまく使うと、追加に妨害を作ることが可能です。かなり極悪な状態になります。相手はサクハカーナということで石図が無理なデッキのようです。カメリアの効果を使ってきましたが新世紀でのサーチはできないので、モルクリケットを落とすだけのようです。蘇生効果はルルカロスで止めていきましょう。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。対戦よろしくお願いします。今回は G を受けてしまったリプレイになります。当然 G 突破中に誘発を何個か受けますが全部貫通してデッキを枯らします。今回は現在砲初動のパターンになります。リアジェルスター1枚初動の時と同じ動きです。エクセルからジェットをサーチして召喚し、1体であるミラージをリンク召喚してジェットを蘇生することで、種族の異なる炎3体になるためキュリオスから動くことができます。これで一旦ホルスへアクセスしましょう。なんかおまけの3枚肥やしでティアラが落ちちゃいました。これはとんでもないですね。落ちて強いカードが無数に入っているのでちょっとのうちで結構事件が起きます。この次にルルカロスが出るのが確定してるので、相手はここで急いでニビルを投げてきます。しかしキュリオスは相手によって墓地に送られた場合に、墓地の好きなカードを回収する狂った効果を持っています。ここは棺を回収していきます。相手のデッキもかなり削れてきましたね。レイノが落ちてくれたのでここはルルカロスを立てに行きます。もう2ビルもらったのでそこまで意味はないですが、次にホルス展開をしていきたいのでバロメスを立てに行って、ホルス展開を確実に通せるようにしていきます。もう2ビルが打たれた後なので紅葉は絶対飛んできません。この状況になると相手がこちらを止める手段は実はかなり限られます。リブアイナーを蘇生しようかと思いましたが止められました。ただ後でイルフを作ればいいだけなのでここは無視します。さらにディアンデッドへ繋いで展開していきます。もう相手のデッキも半分もないですね。ここで先ほど蘇生できなかったディブアイナーをエルフで蘇生してリーパーを作っていきます。リーパーがあると展開力も上がるし G 突破も楽になるのでかなり優秀なカードですね。相手のデッキももうほとんどないので、適当に展開すればデッキ切れに持ち込めます。どうやらラビュリンスだったようで急に暴れ始めました。今更何かされてもシラニキとネクロフェイスが墓地にあるので、適当にネクロフェイスを除外すればそれだけでデッキが削れます。アリアスダルマカルマとかされても大丈夫ですね。これで相手のデッキ枚数が残り5枚なので、ちょうど飛ばしたネクロフェイスで0枚になってくれます。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。対戦よろしくお願いします。今回は後攻ですね。後攻も圧倒的な手数を生かしてまくっていくことができます。ピュアリーや鳥獣などの対面にもラブアゴという回答があり、ラブアゴとホルスの手札効果等は使えるので実はまくっていくことができます。さて相手のデッキはなんか見覚えがある気もします。多分ホルスティアラですね。ジアンデッドを使われますがこちらもアゴを取ってしまいます。ミラー戦のジアンデッドはちょっと危険です。レボシンまで入ってるのでかなり既視感がありますね。とカロスから展開されてしまいます。ナチュビまで行かれちゃうとさすがにきつそうです。とんでもないオチを見せつけられます。こちらも返しのターンとんでもないオチでまくるしかなくなりました。先行カレイドをしてくる相手なのでかなり慣れてそうです。カレイドハートを立てた方が確定妨害数と展開が伸びたりします。と思ったけどバロネスでカレイド破壊はしないようです。マスカレと不正1枚でターンを返してきました。いやさすがにきついですねこれ。どうしましょう。とりあえずビビってバロネス使ってほしいので、大姫を見せつけていきます。ブーデにメドラを落とすことでメタノイズやサリークで、これ以上融合体が増えないようにします。ディアベルはフェンリルに飛ばされましたが、リブアイナーからは一応展開を続けられます。ティアラが落ちてくれましたが当たり前のようにバロネスが止めきます。だいぶきついですね。さらにホルスギミックへ行こうとしたら、リトルナイトでフィールドを除外されてしまいます。とりあえずリトルナイトは先殴りするしかないので、メイン2で相手の盤面全部処理してリソース勝ちを狙います。ムドラケルドーがすでに墓地にあるので、このリーパーは比較的安全に打つことができます。しかしここにウララです。めちゃくちゃきついですね。現在砲からエクセルを出したらクライムを当てられました。うわー終わったー。と思いますよね。終わるはずがありません。すでに他のギミックで超えた墓地を使ってまだ展開は伸ばせます。白雪でサンダードラゴンを除外しながら黒シープを作って、黒シープのリンク先にサンダードラゴンを出して展開を伸ばしていきます。この後何を目指すかというとリトルナイトで薬を飛ばして、サロスでカレードハートを飛ばすことを狙います。こちらの墓地にメドラケルドーと白雪がいるので、残ったバロネスの蘇生効果と相手ターンのティアラ展開は止めきれます。つまりどういうことかというとまくり完了です。手札と場が終わった状態でも墓地から展開が継続するので、通常ではありえない手数を出すことができます。対戦ありがとうございました。長くなってしまったのでここからはリプレイ垂れ流しです。補足説明がある箇所はちょろっと説明を差し込んでます。うららのラグなし行きます。はい、行きます。この時ユニコーンを採用してましたがディアベルに入れ替えてます。相手ここに誘発を打つんですが白雪で避けれちゃうので、チェーンじゃなくて着地時に打たないとダメですこれ。ということでいかがだったでしょうか。60GS でした。個人的にはかなり懐かしさを感じるデッキで、当時の PUNKGS を使ってるような気分になりました。もちろん盤面自体は昔ほど強くはないですが、ライブラリアウト能力に関しては当時と同等クラスの力があります。また昔みたいにスプライトを混ぜるのも良さそうですね。よかったらチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。